相手を信用しなくても信頼ができる取引ができる、いろんな議論が起きていること自体がとにかく面白いなと思う。この作品の前で自撮りをしたその写真を、クリスティーズにオークションでかけたんで、それがすごく僕の中で衝撃で、じゃあこの NFT というものが今どのようにこう使われていっているのかみたいなところを教えていただければと思うんですけども。はい、アート以外にも音楽だったりゲームだったり、あとは、そういった、コンテンツを扱う NFT もそうですし、あとは、権限を管理するようなものだったりとか、あと DeFi とつなげてファイナンシャルな扱いをするような NFT、あとは実際の物の移動とかそういったものを管理するような NFT だったり、あと、サプライチェーンのような、なんか物、実際に世の中にあるものと紐付けていくような NFT など、多岐にわたる展開が今始まっております。 NFT の面白いところはやはり唯一性を担保するというところがあって、で特にこう現象としてその NFT の技術自体というよりは社会がどういうふうに反応しているかというところに僕は一番やっぱり興味があります。で特に僕ら数年前から NFT には未来があると、ブロックチェーンとアートには未来があると言い続けていたものの、ここまで、実際にオークションハウスを巻き込んで数十億の作品が売買されるのがこんなに早く来るというふうには思っていませんで、でそれに、それが起きて、でいろんなこう議論が起きて、これアートなのかとか、何を思ってこれをみんな買ってるのかとか、いろんな議論が起きていること自体がとにかく面白いなと思ってます。そうです、先日そのニュース、僕もちらっとニュースを見て、こうグッチが NFTに基づいてデジタルアートを制作して、出品したみたいなニュースを僕は見て、あ、なんか すごいなというか、こういうラグジュアリーブランドもこう NFT というものに対して、こう取り組んでいるんだなっていうのをなんか改めてこう感じて、あ、なんかすごいなと思ったんですけど、そういうラグジュアリーブランドとその NFT っていうものの相性みたいなものって C さんはどういうふうにお考えになっているのかな。相性はもう素晴らしく良いと思っています、でそもそもでも NFT って全てのものに相性はいいと思うんですけど、特にNFT は技術的にはそのうちコモディティ化するというか、誰でもミントすること自体は本当に今の紙に絵を描くかのごとくですね、簡単になっていく世界なんじゃないかなというふうに思うんですけど、やっぱり紙と同様、そこに何が描かれているかとか、そこに描かれたものをどう価値付けするかっていうところが何よりも重要で、もうすでにそういったところで、差ができ始めていると思うんですけど、ラグジュアリーブランドってやはり、この付加価値の部分がすごく大きな世界じゃないですか。なんでその付加価値を強くできる人たちっていうのは NFT に向いてるというふうに思ってます。であと、いろんな軸でグッチの NFT は面白いなと思うんですけど、今やっぱりメタバースっていうような仮想現実の世界がどんどん今後発展していく世界とかを考えると、自分のアバターが着る服だったりとか、持ってるものっていうものが、今では比較的こうそこまで価値があるものをつけるっていうのがそこまで流行ってませんけど、本当に世の中多くの人がメタバースの中に自分の、アバターを持って、その中で一つの、今の言う Facebook みたいな世界でもう誰でもがマイルームを持ってるみたいな状態になっていったらば、その中でやっぱり他の人よりも違う、何かこう自分はこの限定の靴を持ってるとか、それを履いてるみたいなのは価値になる世界っていうのは容易に想像できるので、そういった未来に向けてもすごく面白い取り組みかなというふうに思ってます。 C さん、個人的にこれすげえなみたいに印象的に思った、例えば具体的な作品なのかアーティスト名と、なんかちょっとその時の
取引額みたいなもので、はい、印象的なもの例えば 2,3 個ぐらい上げるとしたら、はい、何を上げますか。一番印象的だったのはどうしてもやっぱり僕は美術史的な見方をしてしまうんですけど、リチャード・プリンスっていうアーティストが、数年前に、有名人のインスタグラムの投稿をそのままアートとして展覧会で出したっていうあの、作品があったんですけど、そのリチャード・プリンスっていうのは比較的そういう著作権の問題とかに切り込んでいくアーティストで、有名人の作品をそのまんま何て言うのかな、大きくプリントして高額で販売、自分のアートとして高額で販売すると。でそれで物議を醸したんですね。でパクられたモデル、女性のモデルがその作品の前で自撮りをしたその写真を、クリスティーズにオークションでかけたんですね、NFT 化して。でそれがすごく僕の中では衝撃で、でなんでかっていうと、これいくつかの衝撃があるんですけど、そもそもリチャード・プリンスっていうのはあの現代アートの世界ではすごく著名なあのアーティストで、で展示してるギャラリーも著名なギャラリーで、もうそこで展示したものは全部アートになるみたいな、そういう世界で、でそれに対して、モデルの女性はある種の被害者みたいな形だったんですね。あのアートの被害者みたいな感じだったんですけど、この NFT が出てきて、先ほど言ったようにあのオークションハウスがいきなりギャラリーをあの 抜いて、いきなりこう表現の場になっていて、でかつ今まで、アーティストとして扱われてなかった人たち、あのビープルとかもそうなんですけど、特にギャラリー所属ギャラリーがあるわけでもなく、なんかアートの勉強してきたわけでもない人たちが、自撮り写真を NFT 化して、いきなりこうトップクラスのオークションハウスでそれを、世界にあの見せるっていうことっていうのは、結構アートの中ではなんかもうありえない。今までだってもうありえない中のありえないで、あの顎が多分本当に、老舗のギャラリーの人たちは顎がもう床まで落ちるぐらいの現象が起きてるんですね。だからそういったところはすごく面白いな。だからそういう意味ではこうアーティストだけの特権じゃなくて、NFT 化することによってある種アートの、あのアルティメットルールの中にあのちゃんとあのこうなんだ評価の対象になるっていうのが面白いなと思ったのが一個ですね。あとはですね、やっぱり一番、その中でもやっぱり一番大きいのはビープルの75億円の落札っていうのはあのやはり衝撃で、まさに新しい経済さんから取材をいただいてて、コメントをオークション前に書いてるんですよ。でオークション後にコメントが発表されてあのすごい冷静なコメントみたいになってるんだけど、本当にあのオークション後はみたいな状態だったんです。あのいやいや、あのそれもうめちゃくちゃいい経験だったんですけど、あの時はまあちょ話題があったので数億円つくかなと思ってたんですよね。でもまさか70億超えてくるとは思ってなくて、あの数億でも相当すごいことだと思うんですけど、あの75億っていうのはもうそれこそ僕の顎が2段階落ちるぐらいの驚きでしたね。でアートって結構この市場を巻き込んで話題を作って、で議論を起こして、で新たな議論をまた作り出していくっていう側面がありまして、であと一方であの新しいやっぱりその買い手が本当に時代によって変わってるっていう側面もありまして、昔はルネサンスの時はメディチ家っていうあの大きな貴族が、貴族っていうのかな、あのお金持ちが、ルネサンスを支えたりっていうのがもう有名ですけど、今はその、仮想通貨あの長者っていうんですかね、 NFT の長者だったりとか NFT を今後あの推し進めていこうと思ってる人たちの推進力によって値段がついてるところもあると思うんですけど、まあでもそれによって世界中 の NFT に価値がついて、で、あのいろんなあの議論が起きてっていうのを繰り返されてるんで、アートの面白いところを、良くも悪くも体現してる、あの体現したオークションだったなというふうに思ってます。コロナっていうのは NFT に何かこう影響を与えたりとかはしたのかなってちょっと、ぜひちょっとお伺いしたいなと思って。ああ、めちゃくちゃいい質問ですね。そうですね、コロナは、全般的に世の、テクノロジーを、
の普及を早くしたっていう意味では全てのテクノロジーがコロナに影響を受けたというふうに思っているんですけど、中でも NFT だったりブロックチェーンの特性としてトラストレスっていうのがあって、相手を信用しなくても信頼ができる取引ができるという面っていうのは、今までアートの世界では本当に信用社会で、この人に作品を売ったらば贋作を作らないとか、この人に作品を売ったらば転売ヤーにならないみたいな、そういった信用のもとやり取りされてたところを、トラストレスっていうのは、解決するので、まあ、そういった側面がすごくやっぱり現れてるのかなというふうに思ってます。なかなか会ったことないような作家の作品を何十億で買うというようなことってできないと思うんですけど、ブロックチェーン NFT のアートも仮想通貨同様にトラストレスの側面がありまして、そういったところがコロナで、有効に動いてるんじゃないかなというふうに思ってます。